声聞こえのみの動画です。どんなささやき声の動画を撮るかというと、例えば五十音順の一番最初の言葉あから始まる言葉から始まることで何かお話をするということでございます。寂しいですけど。
ますか。け、あ、書きかけるよね。毛虫をちっちゃい頃に一度だけ触ったことがあります。草むらに手を突っ込んでなんかガサゴサやってた時にめっちゃ痛くなって、皮膚科に行ったら毛虫に刺されてますねって言われました。めっちゃ痛かったです。しま模様なんですか。だってジャングルとかサバンナとかジャングルにシマウマいないか。でシマシマだったらライオンとかトラとかチーターとかに見つかっちゃうじゃないですか。なのになんでシマシマなのかなって思います。スサーシースス ス好きな人は皆さんいますか。中学生、高校生、いっぱい恋愛のこととかあると思います。好きな人をクリスマスデートに誘ってみてはいかがでしょうか。サーシス、背が僕が小さいのでもっと大きくなりたかったです。背が大きい人はいっぱいおしゃれしたりじゃないですか。しかも見た目がかっこよい。僕は身長が小さいので全然ダメです。おしゃれも思ったようにできないし、街を歩いてても恥ずかしいです。サーシー先生、ソアリンっていうディズニーのアトラクションができたじゃないですか。行ってみたいんですけど、この時期は気をつけてください。